めっちゃくちゃ嬉しい。外に出た。久々の外での撮影でございます。今日はどこに行くかというと、原宿に行きたいの私。もうずっと行けなかったからさ。めっちゃ黄色でしょ。原宿行こうよ。みんな外出てるかしら。私はもう家にずっと引きこもってた。頭がおかしくなってきた。やっぱね、家に引きこもるっていうのはね、あんまり良くないことなの。みんなもね、外出てね、こうやってね、変なキャラみたいなね、私みたいにオカムキヤみたいに、あの変な感じで、あでも不審者と勘違いされちゃうわ。あんまりおすすめしないわね。外はね、出ないとね、やっぱり人間ね、頭おかしくなっちゃう。あ、元からおかしかった。美味しそうなお店がいっぱいあるわ。見て、マカロンで、マカロン美味しそう。原宿行く前にね、もう美味しそうな店がいっぱいあるのよ。うわぁ、心始め、久しぶり始め、原宿久しぶり。いや、友達会ってないのよ。スライム何回運びにしてたことか。ここ竹下なんちゃら、あの、早く行こう。お世話になったリトルフェアリーさん、リトフェアよ。出そう。なかったなかった。あの店ちょっと変わってる。そうなんだ。ピクニックとかどうなってんだろう今。何言ってんだろうな。文房具とか売ってんのかしらね。だいぶスクイーズが減っちゃったんで。あ、ここはしのこちゃんの店。その先に来た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 。私はね、一番の目的はここなのよ。見て、スライムスクイーズ。うわ懐かしい。あ、閉まってる。閉まってるか。そうよね。いや、また後日来ようかな。こんなんで来たの私。で、やばいわね。足細いのがバレるわね。見てこれ。これ。これあまり。一番の目的はね、正直ここだったのよね。じゃブルーム行ってみましょう。なんと撮影許可がいただけたので撮っていきます。邪魔します。かわいい。ブルカーのスクイーズが出てる。レボーカー、レモンカーで甘い香りに癒されちゃう。やばいこれ。もう目が輝いちゃう。ハムスター、手のひらサイズっていうのがちょうどいいわね。エンジェルキャット、エンジェルの猫ちゃんってことよ。めっちゃ美人ね。この目よね、やっぱブルームさんは素晴らしいよね。レモンうんちとレインボーうんちが並んでるわよ。ピンクうんちパンじゃないの。何これ。ピオタマサプライズエッグ。どれが出るか分かんないってやつじゃない。じゃあこの真ん中の子にしようかしら。待って、私これが気になる。すごくない。しかもこれメープルの香りふわふわする。こっちもいいわね。美味しそう。鳥ちゃんも可愛い。どこ見たらいいか分かんないな。これ可愛い可愛い、全部可愛い。すごいわね。いろんなの増えてる。あー、来なきゃダメよ。可愛くて小さなテレビ型スクイーズ。この子持ってるからこうやって並べればいいんだ、お家で。こちらお先に商品失礼いたします、はい、無事買えました。じゃらー、道路にへばりくっついてんだけど。どんだけ道路好きなのあなた。プル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 、ん、どうしたのかしら。どうしたどうしたどうした。あー、待って、違うわよ、勘違いしろ。私気づいちゃったの。外でこれをやってる私が一番危ない。捕まるんじゃないのかしら。やばい、早く移動さ。ちょっと待って、どうしたよんのこれ。やばい、きつくなっちゃった。ピクニックでもたくさん買っちゃったわよ。もう帰る、もう帰る、もう帰る。頑張れ最高。フレフレ頑張れ最高。